スト岩尾さんです。お願いします。気分が良くなってしまいましたね。すでにハワイかと思っちゃった。これってこう音だけですぐそっち行けちゃいますよね。別に曲弾かなくてもあーもうそれだけでもいい。もううちに住みません。冷房いらないですよ。冷房いらない、ね、僕いたら溶けっぱなし。そもそもね、そのウクレレやってればあれですよね、ハワイなんていうのを取材とかね、はい、勉強とかっていう勝手な名目つけてしょっちゅう行けるわけじゃないですか。そうですね。で誰も文句を言わないっていうね、うん、いや俺仕事でハワイ、仕事でいいな。そうですね。ハワイやっぱり好きなんですよね。僕はハワイからウクレレに入ったわけじゃなくて、全然ハワイ音楽も何も知らなかったんですけど、うん、ただギター弾いてたからウクレレってなんか楽でいいなみたいにやってたんですけど、それからだんだんね、ウクレレのレコードとかやっぱり探しに行くようになって、例えばハワイのレコードとかまた怪しいのが多いんですよ。で これはみたいな。それでやっぱりハワイに行くと中古レコーダーとか行ったり楽器屋さん行ったりしてるうちに、今度はやっぱハワイそのものが好きになってってで、そうですね、行ったり来たりな人生。そう、僕もともと20代の頃もう黒ずくめでロックをやっていて、もう夜でもサングラスをかけてぶつかりながら歩いてたような感じなんですけど美白自慢みたいなね、はい、それがついに40過ぎてサーフィン始めましたからね。信じられないですね、もう自分で。ウクレレのせいでライフスタイルがゴロッと変わったという感じ。変わりますね。やっぱ早起きにもなるし、なんかどうしてもやっぱそうなんかそういう方向に持ってかれちゃいますね、この楽器って。何、どこがそんなに魅力あるんですか。やっぱりまず小さくて手軽っていうことと、あと意外とどんな曲でも弾けるし、あとなんか特に何も弾かなくてもこうやってるだけで気持ちいいんですよ。叩けるし。あこんな、なんかこんなね。イエーイイエーなんてできたりね。素晴らしい ね。いや、ウクレレってもうちょっと小ぶりな感じがしたんですけど、これはちょっと集まり大きいですね。これはね、弦も1本増やしてあって、うん、ちょっと変わってるんですけどね。やっぱり日本でウクレレって言ったらなんかこういうイメージあるんですけど、うん、ハワイではもうね10年ぐらい前からやっぱジャワイアンとか、そう結構若い子はやっぱりヒップホップとかレゲエを聴いてるし、そういう中でウクレレを使うようになって、やっぱりどんどんウクレレも大きくなってきて、このぐらいのテナーウクレレって言うんですけど、これが割とハワイでは標準サイズなんですよね。ああそうなんですか、うん、ヘッドマイズもね、この部分がギターと一緒ですもんね今ね。そう、ハワイの流行りはね、やっぱりこういう感じで、本来のオーソドックスなやつだとこう両方でこう巻くタイプです。あれはもうやっぱりあんまり、そうですね、土産物と学校でウクレレをやるんですよ、小学校でも、ハワイでは。で、小学生のためにっていう感じですね。でハワイの子たちはみんなね、ウクレレ弾けるんですよね。素晴らしい。どんどんウクレレも変わってきてるんですね。俺ね、一個聞きたいことがあるんですけど、はい、ハワイ音楽ってマイナーコードがないって本当ですか？言われてみればないですね。ただやんなっちゃったのタフワフワイって言うんですけど、はいはい、ダラララララ、あれ悲しい暗い話題だとダラララララってなるじゃないですか、うん、あれはそうですね、原曲も。あ、原曲もあれは一応マイナーになります。マイナーにはなるんです。ただ悲しいことを言ってるのか分かんないですけど、うん、僕の知る限り2曲ぐらいしかないですね。へえ、2、3曲あります。でもいや、世の中でね、ハワイアンとヨーデルだけはマイナーがないって言ってたね。マイナーなヨーデルって嫌だよね。じゃあ別に出会いっていうのがハワイから入ったわけじゃないんですね。そうですね。ウクレレのせいでハワイ通になってしまったっていう。そうですね。最初は今何かと話題のね、ギタリストの佐橋義之さんと、はいはい、その話題辛いなと思って言ってたけど、仕事した時に彼がカマカっていうハワイのすごくいいウクレレを持っていて、はい、でそれを弾かせてもらって、それまではなんかウクレレって土産物とかそういうものしか触ったことなかったんだけど、ちゃんとしたハワイの、ね、老舗メーカーの楽器を触ったら、あ、なんていい音でピッチも合うしと思って、で同じものをすぐお茶の水に買いに行って、お茶の水、ね、もう10年以上前ですけど、それからもどっぷりですね。いいな。もともとウクレレってハワイじゃなくてハワイにやってきた楽器らしいですね。そうですね。お、詳しいな、さすが、ね、元マンドリン部なんですよ。マンドリン部なんですよ。これですか？そうそう、トレボロやってたんですよ。スペインな感じで。じゃあ後でやってもらわなきゃ。無理ですよ。もうこれがすごいでしょ。もうトレすごかった、昔は。いや、すごいらしいですよ。お母さんがピアニストで、って言ってて、もう俺なんかポットでのミュージシャンだもん。
家にピアノが3台ありましたね。わすごい。でも全然猫踏んじゃったしか弾けないんですよ。でもマンドリンはすごかったんですよ。すごかった、すごかったって頑張ってました。なんかもともとはねヨーロッパの楽器なんですってね。大体でもこういうのはね、うん、ヨーロッパのどっかからこう生まれていろんな国に行って形が変わっていくんですよね。ブラジルにもねそっくりの楽器あるし、うん、あそうなんですか。楽器にあるしね大体。でこれはハワイってまだねウクレレがいつ来たかも分かってるんですよ。1800何年の何月何日にってあの世界中から移民を、ね、が集まってきた時にポルトガルから来た船の中にこれがいて、昔は船旅だから、うん、あのねあのイギリスアイルランドの人がこうバイオリンを持ってそれでアメリカに行ってハントになったようにみんな毎晩船の中で楽器を弾いて地元の歌を歌ってダンスしたりしてたんですね。そうやってあのブラギーニャという楽器が渡ってきてでハワイでウクレレになった。ほとんど同じです見た目は。先ほどどんな曲でも弾けると言ったんですが、はい、こんな曲は例えばそのこんな曲もハワイアンになってしまう。岩尾流で当然まずでもハワイアンが一番合うんですけど、うん、もう絶対合うに決まってますよね。やっぱり南の国のものは圧倒的に合いますね。例えばボサノバとかその普通のボサノバとは違う響きになって面白い。ちょっとなんかカクテル持ってきてくれ。ピリッとする感じがいいですね。って感じだね。他にもありますか。あとはねちょっと例えば日本の曲が行くのが僕よくやってるのがねあのお正月にしかできないんですけど、うん、ちょうどいいですねこういうとこね座ってあの和風ウクレレってのって新春ウクレレ。新春ウクレレ、明けましておめでとうございますって感じですね。まあこれでもお正月しか使えないんで年中やるのはやっぱ演歌。演歌なんか悲しさがだいぶ悲しくなくなってくるっていうね。なんかまあいいだろうって感じですね。あんまり辛くないだろう、ね、人生みたいな。優しく包み込まれちゃうような結構ウクレレ演歌ウクレレ弾き語りってのもいいかもしれないですね、うん、まあ同じナイロン弦だからボサノバにしてもね演歌にしても合いますよね。やっぱりいいじゃないですかこれからの季節。今日のこの番組を見てじゃあ夏までにあのウクレレ弾けるようになりたいぜなりたいわみたいな人も出てくると思うんですよ、はい、そんな人たちにおすすめな一番簡単なお前もこれで今日からウクレレ奏者だっていうのに一番おすすめな曲って何ですか。そうですねまず、まあ、弾いただけでコードですからねウクレレってね、うん、これで C6 なんですけどコード3つぐらい弾けば何でもできちゃうからなんかギターよりははるかに簡単ですよ。あとギターコードだったら自分の持ってるこうエフェクターとかつないで、うんこれだけのためにこれ持ってきたんですよね。でもハワイでは結構こういう歪ましたりとかね、そういうプレイヤーがあのジェイク島袋くんって言います、はい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 、彼なんかも派手弾いたりね、うん、いろんなプレイヤーがいるんで、すごい自由な楽しみ方できますよね。すごいな。暑いですね。今日はちょっと知らないことが多すぎてウクレレに関してね